皆さんどうも今回はですねいつものような音ハメ動画ではなくチェーンソーマンの考察動画となっております、まあ、近々アニメ化も決定してなおかつこの前アメリカで一番いい賞を取ったらしいですからねまあ僕みたいな人間でもさすがにちょっとぐらいチェーンソーマンの話題を上げてもいいかなと思い、まあ、この動画を撮っておりますえということで今回の考察のテーマはこちら、えー デンジ君がマキマさんのことを最後の最後まで好きだったのはデンジ君がマキマさんにとても強い母性を抱いているからという内容となっておりますまあいきなりこんなことを言われてもなんとやらという感じだと思います、えー、ですがですね、えー、ですがですね、えー、実は、えー、チェーンソーマンの作者藤本達樹先生が実際にこのような発言をしているんですね えー、マキマの木は植物の木が由来でありチェーンソーは木を切る道具でその木をチェーンソーで切ってママになるですからデンジはいいかがでしょうか、えー、原作者である藤本達き先生がこのようにインタビューでおっしゃっているんですで、えー、実際作中ではどうなのかということなので、えー、まずはそこから解説していこうと思います さあまずはですねデンジ君の老いいいちにつてて話していきます、えー、皆さんご存知の通りデンジ君は物心ついた時から母親がいないわけです、えー、父親も叫びたりでとてもデンジ君に愛情を注げるような状態ではなかったわけですね、えー、その後デンジ君はポチタと出会ったものの毎日悪魔の命を奪ってはさら、えー、には自分の臓器まで売ってお金を稼いでいたわけです まあこれだけ聞くととてもあの人間としての生活とは思えない毎日を送っていたわけです。えー、ですから子供の頃のデンジ君は今まで全く親の愛情も教養も受け取らずに育ったわけですね。えー、ここから推察できることとして、えー、当時デンジ君は母性が何なのかわからなかったのではないか、えー、という答えにたどり着くわけです。まあ、友情はまあポチタと共に過ごした時間の中でまあ理解している とは思います。けれども、もうんまあ、なんなら、えー、今まで薄汚れた世界で生きてきたがために、えー、女性との繋がりを全てこう性的感情でまあ、一緒くたにしていたとも捉えられます。まあ、そう考えれば、えー、までんじくんのこう。牧場さんとあんなことをいや、こんなことしたいみたいな発言にもまあ納得がいくんじゃないかなと思います。 さあ、えー、そんなデンジ君の元にに、まあ、ある日、まあ、いきなりこう仕事や十分な食事を与えてくれてなおかつ自分に好意を寄せてくれるまあ存在が現れるわけですね。まあ牧間さんなんですけれどもほ、まあ、他にもなんかこういろいろ応援の言葉とかあったじゃないですかなんかチュッパチャップスのくだりとか。 まあ、あとは、あの、映画デートしてくれたりとか、もう本当にね、もうまるで自分を必要としてくれているような、もうそりをもうどんどんしていくわけですね、薪間さんは。まあ、実際には、あの、新チェーンソーマンを蘇らせるための計画でしかなかったわけですけれども。まあ、ですが、まあ、ここまで来ると、もうなんだかこう、あの、親が子供に注ぐんかいわゆる無償の愛とすら思えてきますよね。まあ、普通だったらもう、見えず知らずの人間にこれだけのことはしません。 はいさあえ先ほども言ったようにですねまあ強要も、まあ、親の愛情も何も知らない伝次くんが、まあ、これだけのものをねもう牧マ間マさんから一心に受け取るわけです。いやもうこれはねもうどう考えてもとんでもないクソデカ感情を抱かざるを得ないわけですね。はいさて、えー、ここからがね本題なんですけれども。 えー、後半で、えー、マキマさんはデンジんに全てを打ち明けるわけです、えー、マキマさんの真の目的はまあ、先ほども言った通り新チェーンソーマンを復活させることであり、えー、デンジんは邪魔な存在だったんですねいやーでもこれはまさにもう存在の全否定とも受け取れてしまいますよね さあ、えー、ここで皆さんに想像してほしいのですが、えー、仮にレンジ君が子供で、マキマさんが母親だとしましょう。で、こういう場合、えー、先ほどのような存在の全否定の言葉、うん、これはまあ何に当てはめられるでしょうか。まあ、僕はですね、確実に虐待だと思うわけですよ。 さて、えー、ここで児童、えー、虐待の話で、まあ有名な話があるんですけれども、えー、親からどんな虐待を受けていても、幼い子供は結局、その親を頼ることしかできないんです。はい。まあそう考えると、あの、本当の無償の愛っていうのは、あの、さっき言ったようなやつじゃなくて、いつの間にか子供が親に注いでいるものなのかもしれませんね。さあ、えー、最終局面、牧、え、場、ー、ママさんとの最終 決戦時、えー、デンくんはまさにこの虐待されている子どもの状態に近い、えー、感じだったんではないでしょうか、えー、母性を求めていたからこそデンくんはもう最後までマキマさんを嫌いになれないもうそれどころか牧マ,マさんと一つになって牧マ,マさんの行いを全て許そうとすらしているわけですまあここがあの <laughs> もうあのめちゃくちゃ有名なあの生姜焼きのシーンですねそうまさに無償の愛これがあるからこそ成立するわけです さて、改めて結論を言わせていただきます。デンジ君は愛情も教養も十分に受け取れず育ってしまったものの、マキマさんが偶然ながらもその穴を埋めてくれた存在だったんです。だからこそ、デンジ君はマキマさんを嫌いになることは決してないんです。さあ、いかがだったでしょうか。えー、まあ、あくまでまあ、憶測的な部分もかなり多いこの考察なので、まあ、ぜひ、あのー、まあ、コメントとか、 えー、していただけるとすごく助かります。ということで、えー、今回の動画は以上となりますはい終わります。